どう釣れないダメ、はい、やっとるな夏に。まあまあハードにやっとるよ今日は。カメリンどう釣れた？釣れない。暑いね。暑い。魚がいっぱい飛んでるなみたいな。ああでもなかなか釣れない。餌でやってる。ワームでやってる。ワームでやってる。カメリン今度餌でやらなあかんね。餌だったら釣れる。餌をもつけて。うん、いや5回とかつけてさ。ああ。下釣れるはず。うん。暑い。ああ一日釣りしてるけど俺は坊主だぞ。3D シャッド。ほいや。全然釣れんぞ。サヨリみたいなの何やあれ。わあ、多分サヨリだと思うんだけど知らんかな。いや、サヨリに見える。サヨリそっくり、アリゲタガーかなあれ。いや、結構ちっちゃいじゃん。20センチぐらい。そうそうそう。サヨリそっくりだよね。サヨリだと思うよ、俺なんか。ガリガリのね。うん、こんなとこサヨリおるんだな。ボラがおればおるかも。ああ。ね。カメリンどうよ。どう。デスリバーやな。え？デスリバー。デスリバーっていうか、今日は渋いね。この間よう釣ったねここで。まああれ本当に夕方だわ。この大江川とか中江川界隈も今攻めてきたけど、バスが食わんね。夕方とね朝しか釣りせん方がいいかもしれない。そうかもね。全く今日は釣れないわ。あれチャガヤフどこ行ったん？海外に行くちょっと。ああマジ。ここはもうあそこまでやる。ああ。この間ナマズとバス来たでねあそこで。バスはこっち来てね。カメリン投げ方教えてったらいいかもしれない。いやできたって。いや誘い方っていうかさ。いや教えて。投げて。だから一番根気あるかもしれない。カメリンもう4時になるで。釣れないですね。釣れないですね。うん、いやー大変だ。でも風が気持ちいいです。本当だな。うん、あそこにおるんだわかる？え？あそこにおる人。石丸先輩。うん、ちょっと喋ってみようか。うん、絡んでみようかちょっと。了解。石崎せんべい。違う、そんなこと言ってないよ。いやあのイメージはだいぶできてるんですけど、なかなか魚が釣れるっていうイメージはしっかりやらんと釣れないよね。そうですね、でも まずはカメちゃんがちょっとイメージちょっとやってもらいたいなと。イメージよ。イメクラ的に。なんて今なんて言った。イメクラ。イメクラ。あの釣りとはまた別。どういうことをそれ石丸さん。ちょもうちょっと近寄ってカメラ入らないんで離れすぎて。もうちょっと近寄ってカメラ入らない。その辺でいいどうぞ。どうした石丸さん。ちょっとこれ あげとけば。いいよ。でなんで？イメクラ。イメクラってな。イメクラ。どういうことですか石丸さん。僕の望むような骨チューブにしてもらって、うん、で僕が指定するような、うん、あの演技をしてもらうと。そこからまず始めてもらわないと、うん、多分釣りは上達しないと思う。つまり、うん、それ石丸さん望むでどういうものを望んでる。まずはね、帽子が、うん、もうちょっとあの紅白の帽子。紅白の帽子。紅白。紅白。うん。でゼッケンで、うん、あの三の棒でもいいわ。うん。あのカメリンで。うん。まずそっからかな。下は何なの？下はパンツ。うん、パンツ。ブルマでブルマ。ブルマ。ブルマで。ブルマ昔ですね。えブルマの時代？違いますよ、ハーフパンツの時代だ。あもうそうなの。もう。あれね、カメリンね、ほんとね、なんでブルマってあれできたか知ってる？動きやすくするため。違う。教育委員長のお偉いさん、変態やった。
で日本中の子供たちに、うん、あの黒のやつをつけさせちゃって、うん、お前何やってるんだこんな小学生にと。で教育委員会のトップが当時のね、おかしいもんあれ。いや本当ね、体にいい件とか言って、うん、あの小学校6年生ぐらいまで女の子も一緒裸体操、うん、上半身裸で体操したりとか、あそんなことあった、うん、そういうあ当たり前だったよ。どこで？学校で裸体操、小学校何年で？あの冬場とかに体鍛えるために。ちょっと持って喋っとっていいよ。喋っとって2人でしょ、うん、ちょっと自分で何に集中しよう。そんな自分の話振っとって。何裸体操が何？裸体操？それが何？それが当たり前のように、うん、あの冬場、夏場はやってなかったよ。小学校何年？え、6年まで。どこで？学校で。何県？あんた何県住んでるの？いや、それは秘密ですけど。え、あなたが住んでる県では小学校6年生になって男の子と女の子が全裸になって抱き合ってったって。え？やばい学校だよ。でね、ああ、ちょっと話盛りすぎ。盛りすぎ。はい。うん、高橋さんちょっと悪い癖。あの体をあの鍛えるためにあのラジオ体操とかあの寒風摩擦とか。そんなん聞いたことないけどな。小学校3年までやない？いややった。あ特に朝一で。いや。何回かやった。はないな。カメにもないやろ。ないです、それは。小学校3年ぐらいまでは俺は男と女も関係ないから。一緒に着替えてた記憶がする。4年ぐらいまではね。6年まで一緒やった？いやいや俺は4年ぐらいまでかな。もう5年生ぐらいからやっぱりちょっと男女が分けられたみたいな。小学校4年ぐらいまではもう意識がないから、男も女もみんな一緒の感覚でおって、まあ一緒に着替えたり。小学校5年ぐらいからそこら辺をね、石村さんの話でしもしも行くんですよ。しもしも行く、しもの話、ね、忘れられない思い出があって。どうぞどうぞ。高校生の時も、うん、あの体育の授業ってこう、うん、別れて着替えてたじゃん。別れて着替えてた。カメリごめん、ちょっと車来たから避けようか。で？でね、うん、竿も凝ってるし、ね、車来てるよ。カメリもうちょっと寄ろうか。僕忘れ物したんですよ。うん、多分ね、体育で何か使うようなものを忘れ物して、うん、で女の子が着替えた後だったら、僕が入っていたら変態と思われたらいかんじゃないですか。その忘れ物取りに行ったとして。で僕女の子にそんなに友達っていなかったんで、うん、女の子にも頼めんし、うん、じゃあどうするって自分に問いかけた時に、うん、まだ今だったら大丈夫じゃないかと。まだ女の子も着替えてないんじゃないかと。まだ着替え始めだったから。ああ、で？で大丈夫じゃと思って入っていた時に、もう半分ぐらいの女の子は、うん、あのブラジャー丸出しみたいな、うん、で僕こうしながら入っていったんですけど、でもねやっぱりこう見てしまいますよね。ただね僕それでみんながねキャーって言ってしまうんかと思うよったよね。こう見られんように、うん、僕が入ってきたから、うん、こうやけどね結婚男の人ってね堂々としとって、うん、僕がね入っていっても、うん、みんな堂々とまだそれから脱いで、うん、こう着替えようと。いつの話？高校生の時です。はあ、そんなことがあったんだ、うん、案外ね みんな度胸気も座っとるな女の子って。なんか僕が来たねキャー見ないでっていうような感じの仕草を取られるんかなと思ったら、はあ、堂々と僕の机 のね前で着替えとるとこも、うんうん、そのままずっと着替えよう。ちょっと車来た。石村さん結局、はい、何が言ったらもうちょっと寄ってもらっていい？あの下の話がしたかったってこと？いやちょっと何の話したいのかとか。とりあえず体操服になってくれと。体操服になれ。別にロリコンではないんですけど。わかるよ、うん、でなんか似合うかなと。でカメリンどうですかそれについて？着ないです。あなんで？なんでいやなんか似合いそうな。はいですよ。いやカメラに困ったら110ってね、役当番しちゃったらいいから。あ、分かりました。うん、それはもう個人のね、あの僕はノンタッチですから、あの限界超えたら110ですよ。そこはね、それはもうやっぱ犯罪は犯罪だから。ただ石村さんの場合はさ、あのプラス思考なとこがあってさ、喜んでんじゃないかと思ってるとこあるもんね。サービスしてくれてるみたいな。うん、相手が嫌って思ってるっていうのはバカだから。いやいや違う、今もうサービスしてやっとるんやぞって言ってやない。その自分で下ネタを女性にからかいまくって、
でこんだけサービスしてやったって満面の笑みなんだけど、だから最近の30代の女性陣からは、ね、受けが悪いんですよ。ただ石丸さん昔実はめちゃめちゃモテた。バレンタインデーの時に50個もらってってんだから。そんなにですか、うん、すごいです。だから1学年にうちらでいうと女子がね170人ぐらいいてる。そのうちの50人がこの人行ってるから、3人に1人は石丸がいいって。あの高橋さんやそこぐらいまでで、ああ、はい、もうその辺で、ああいや結構イケメンだったんだわって本人はそう主張してる、うん、言ってるだけ、うん、俺はそんな同じクラスだったけど見たことないけど作り話じゃねえかっつって本人がだからあの空想をこじらしちゃって、うん、空想と現実が、そうそう、全部俺そんなにモテたのかこの人って自分も同じクラスでね、あの同じクラスだったけどあの仲良くなくて会話がしたことなかったんですよ。あで全く喋れない状況で、うん、でそれから卒業して二十何年経ったからそういうモテた自慢をされてね、そんな170人の女性がいて50人がこの人にとったらいくらなんでも気づくや、同じクラスだったらそんなには一回もないですから。あ作り話なんですよ。嘘はいかんすよいやさあね、バレンタイン1個もらっただけでね、うん、心の中では50個もらった気持ちと一緒よね。ただ石丸さん年齢の割に肌は綺麗だよ、うん、見て見て。いやもう汚い汚い、白髪もないやん。いや白髪なくない、染めてないやろ。染めてない。だから白髪がなくて肌が綺麗でパッと見俺正直36ぐらいに見える、33ぐらい、うん、3、4年前まだ20代だったなって感じ。見て、じゃあ亀ちゃん俺とデートする、そこのラブホテルで下ネタ多いな、下ネタ多いな。カメリンどうですかそれについて。あ後でちゃんと1102の時は、あそれ限界超えたらそれはあのピッピあのカメリンが訴えるのは自由ですからまあね、犯罪の一つや二つ、そうですね、ビビっとったらいいかまあそんな感じでいや今回ねちょっと、うん、このままでいいんですかこれ。何が。いや誰も誰一人釣ってないんですけど、まあ、でも今対岸であれチャガエフも投げてるし、線も投げてるし、俺もずっと投げてんだけど釣れない日もあるんですよ。うん、いやそれは高橋さん得意なあの、うん、仕込みっていうんですかね。いやでもバス釣りでバス仕込むことできないからもうガチでやる。うん、あのカマキリ、えカマキリも仕込みますよね。何カマキリって。巨大カマキリ。あ巨大カマキリね。あれが釣れたって言って。いやいやいや、それ伸びる。小学生喜ぶかもね。うん、小学生喜ぶかもしれないけど。お前下手やったやろ。なんで知ったんぞ。あそうなんだね。あのここだけでもうちょっといい石丸さん言っても。あれカメリンと石丸さんが初めて出会った2年ぐらい前ね。うん、僕の子電話かかっていたんですよ。カメリンが、あそうや、あの、はい、釣りガサガサ行ったんですか。初めて会って帰り道ですよ、二人で帰った時に、あの石丸先輩っていうのが霜の話を1時間以上してくると。でそのしてきた内容が、自分のあのその初体験の内容、うん、あと自分の性体験を事細かくその出会いからシチュエーションから行為が至るまで全部説明されたと。それで非常に不愉快だったことで僕に連絡いただいて、はい、で僕その晩石丸さんに電話したんですよ。石丸さんちょっとまずかったんじゃないかな霜を言うのはと。じゃあ石丸さんはその時にいやカメリンを喜ばせようと思って言ったことだと。そういうそういうことですよね。あ僕は自分のもうこれも話があって、うん、僕若い時に、うん、話が面白くないってよく女の子に言われてたんですけどコンパとか行っても、うん一人浮いてってくるっていうか一人だけおとなしいみたいな感じのタイプだったんですけど、うん、そこでね彼女とかもなかなかできずに、うん、そしたらある時ひょんなきっかけで僕の中学高校時代の変態話をコンパでしてしもたんですよ、うん、恥ずかしながら、うんね、みんな聞きたいっていうから、うん、そしたらもうその日からモテたモテたんや、はい、面白い。それもなんか勘違いやないの。いや本当もうちょっと寄ってってそれそんなにモテたんそれで。そのあなたがそのやってきた変態なことが、うん、面白いと女の子が言ってくれて、あの案外ね。ああそっかそっか。あんまり大きなのでこれ言ったのかな。カメリンは知ってる、あの祭りの宴の話は。あ言ってないこれ。
いや、そんなあ、これはまずいな。それ、その話はその女の子たちも言ってない。ああ、言ってないか。はい、ああ。っていう話があるの。いや、面白くはないんだけど、あの、もう25年前の話だから、もう25年前の話だから時効だから言ってもいい。ああ、はい。だから、もう20、ちょうど25年前ですよ。石丸先輩がなんだか体がモヤモヤするなと、こうしたらキンコってなんか祭りをやっとると、うん、で餅を巻いとったみたいな。ああ、餅巻き。そう、その中になんかもう紛れ込んじゃって、うわーっつってね、そっからどうぞ。はい、あの亀に餅が送ってきました、どうする？おかしい。あ、そう。ああって。そのはーって言ったうわーって上がった瞬間に僕もうわーって上がってお尻をそうだから25年前にその痴漢行為を30人ぐらいの女性に行ったんですよ。でその罪は一応償ったよね。まあここからこれ以上は言わない。うん、なんか以上からは犯罪者です。ただね、みんなね、お餅の方に行ってておかしいからね。うん、そうそうそう、目が行ってて、僕がお尻触ったことよりもそちらの方が取る方が大事やけん。そう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 、みんなね、見向きもしない。あ、はいはい、まあ、まあまあ、あの、もうこれ以上あんまりやめとこ。そうそうです、ね、もう25年前の話だもん。25年前に、まあそういう性犯罪があって、まあそういう罪も償ってるから、もうみんなもこのことね、聞いても、これはフィクションなんです、ね、フィクションです、フィクション、はい。うん、そう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 。今、じゃあ25年前の話やから。それが。カメちゃん本気にしたらいかん。僕の冗談の話。冗談冗談じゃ。5年前だったら俺も引くわ。さすがに5年前にさ、その電車とかさ、そんな痴漢してたなって聞いたら引くけど、それ25年前で罪も償ってることだし、深く反省してるから俺はもう忘れてあげてる。やっぱりね、今はね、期待は持てない。そうだ、でも誰でも、ま、過ちはあるよ。それは。そうです、うん、そうです。まあ、だから亀ちゃん今夜空いてる？今夜はちょっと予定が。え、なん、いや、少しだけでいいけど。はい、いや、ほんとね、最近亀ちゃんのことがなんか可愛く見えてきて、だんだん、あ、好きになっていた。不思議な、なんか魅力あるよ、絶対。え、ということはこれ愛の告白ですか、この。あ、いやいや、そんな告白じゃないんで。告白とかじゃないです。ただこれだけの話、この人奥さんも子供もいるんですよ。不倫っていう形になりますね。不倫はまずいですよね。いや、そんな大げさなことしようって言ってないじゃないですか。 あれどう思いました、亀に。そういう不倫をされる芸能界の人とか最近。あ、いますね、うん、結構今話題。オッケーですか、アウトですか。まあ、どうなんですかね。バレなければいいんじゃないかな。あ、オッケーだね。まだね、あの、カメちゃんはちょっと昭和的匂いがする子やけ、うん、まだそんなに敏感な子じゃないんじゃない。不倫オッケー派ね。で、石丸さんはもう不倫オッケー派ね。オッケー派。オッケーじゃないですよ。いやいやいや。あ、これ奥さん見て怒られる。はい、僕潔癖なんで。あ、そうかそうか。やっぱり清い付き合いがいいんですよ。学生じゃなく、あの小学生、中学生みたいな。手も握れない、目も合わせられない。あ、そういうプラトニックな。そう、遠目からしか見れないっていう。あー、すごいな。そういう恋がしたいですね。カメリン、どうですか。なかなか話してきましたけど。いや、でも優しいです、僕。あ、カメリンはね、僕がここまでこう言ったりしたら、うん、だいたい嫌がるのに、女の子、うん、気持ち悪いとか、うん、バーカみたいな感じなんだけど、それでもこうやってうまくかわしてくれる。いや、カメリンはね、あの、ためにため込んで、あの、あ、後から陰口言うタイプ。あ、後で言いつけるタイプ。そうそうそう。いや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 、言ってもいいんだよ、言ってもいい。いや、カメリンはだから今我慢しとって、終わった後、家帰った後にこんなあってーん。で、あの、こんなことされて、あの、だからみんなに言いふらされて、あの、包囲網やばいっていう。いや、ただね、うん、もう年取ってくると、うん、自分が何を発言したかとか、うん、なんか何を言ったかとかもう忘れとんよ、次の日に。ああ、なるほど。寝るとね。そう、うん、え、そんなこと言ったっけって。うん、もうそんなね、年になってきました。そっか。だからもう今のことは全部忘れてください。わかりました、忘れます。
早く釣りがしたい。あで釣りカメ変態やったやっぱあいつね。どうやった？ここだけの話です、ね、やっぱり変態でした。変態やった下の話はマジで多いですよ。僕もまあまあね、でも飽きるぐらい聞いてきたんで。あ、そうなん。他なんともないですけど、やっぱ女性から見たらね、うん、下ネタも大概にしてくれたらしいですよね。まあ、まあ一般女性の人いや、下ネタしかね、喋れないんよ。あ、本当。他の会話ができないよ、つまらん男すぎて。あ自分で自分のことつまらん男って。いや、自分で思うもん。あ、そうなんだ、うん、つまらないって。で、だからその成功体験、下ネタを言った時に喜んでくれた体験が忘れられなくて、あれからやね、女の子の前でも言い出したっていうのは、わあのそれまでずっと沈黙しとった。ああ、そうですか。それからやね。じゃあ俺もそうやったら気遣ってるんですよ、石丸先輩の。どこまで言っていいのか、うんうん、あんまり言い過ぎたらね、いけないから。だいぶ何も言ってないけど、どこまで俺言っていいんですか。いや、まあいや別に彼女に言うのはいいんですけど、うん、やっぱり視聴者、うん、あの神楽や魚神さんのね、うん、チャンネルの中で言われてしまうと、うん、本当になんかあの何でしょう、そのチャンネルに傷をつけるような。いや、いいです、いいです。自分は更生施設だから、うん、まあ、犯罪を行って5年だったらもう更生してると思う、それは。お、うん、繰り返したらちょっとあれだけどね。いや、でもね、もう変態はね、卒業しました。ああ、そうか。もう卒業して10年10年ぐらい以上は経ちますよね。今はじゃあ何なんですか。今は何でしょう。もうね、かなり老化してしまいましたね、今。あ、そうなんだ。だから隠居生活、まあ、水戸、はい、水戸の肛門です、肛門様ですか、ね、いや、隠居にはまだ早いですよ、30代なんだから。そうですよ。ああ、いや、なんかもう隠居した気分です。そっか、高井さんのおかげです、これで釣りやってられる。あ、カメリン、どうですか、石丸先輩のこのイケメンぶり、さっきから聞いてて。いいと思います。どうですか、女性が見てやっぱちょっとイケメンでしょ、石丸さんは。やっぱりそうですね、うん、あの、セムとチャガヤフと石丸さん並んだらイケメンランキングつけてください。固まって全員嫌だったって。もうね、もう、うん、分かったんよ、チャガヤフだって。あ、そうなのかな。そんなことないと思う。好みやもん。好み、まあ、好み。まあ確かに好み、うん、あるかもしれんけど、っていうかあの順位つけれんとか言われるやん、若い子やったら。いやいや、つけると失礼で、後の反撃が怖いって今我慢してんカメに。いや、もうみんな一緒やった。そうかな。石丸さん、じゃあカメにちょっとここだけなし、うん、石丸さんと今後のその人生を共に歩んでいくっていう可能性お願いされたら、引き受ける可能性を。まあ、考えます。あのね、わかるんよ。ゼロ。生命判断的に、うんうんうん、お金次第。マジで。僕があの年収をね、1000万くらい稼いでたら、うん、結構。あ、マジで。そういう結構現実的な。ああ、だから生活のこと考えて、そうそう、この男のして、その経済力養う力あるのかと。そう。案外ね、顔で選ぶんじゃなくてね。あ、カメちゃんぐらいだとやっぱそうなんだ。そこら辺もやっぱ男性を選ぶ基準になる。お金と、まあ、まあ自分と合うかどうかの性格。あ、で一緒にいて、うん、いいのかっていうのと経済力も重要だと。まあやらしいことなんかも5番目6番目ぐらいの方やけど。あ、そうなんだ、うんうん、ですから、まあ、多分お金ですから、ね、生命判断的に。生命判断的に名前で生まれた時から、ね、名前ついたやつでやったら、それ名前変えたら変わるわけでしょ。いやね、うん、僕もそう思ってたんですけど、うん、あのいろいろとこう調べてみると、うん、やっぱり前の名残っていうのがずっと ありますので、うん、あの徐々に変わっていく。あー、そっか。ゆっくりとその前の名前から、うん、徐々にじゃないと変わらない。いきなりは変わらないですよ。あー、そうか。神の聞きはじゃあお金で動くやつだと言いたい。そう、お金っていうか経済力。経済力ね。自分が年取って、うん、あのね、あの最後死ぬまでに、うん、なってくれる、うん、きちっとやってくれるような男の人、うんうん、そういう人を望んでるっていうのがもう生命判断的に、まあ、大人の女性になるとそうですよね、カメリン。そうですね、うん、みんなよろしくね。案外も顔とかはどうでもいいんだけど、うん、え、何カメリンさん、今のみんなよろしくねっていうのはこの募集中ですみたいな話。ああ、彼氏、そのコメントから。いや、いい人もいる、うん、いや、その選別が難しいのよ。
や、うん、なんかね、今結婚相談所とか、うん、ネットとかの出会い系とかでも年収とか嘘書いたりする人、うん、ああ、もう俺はでも違うけどね、年収なんかどうでもいいかな、うん、俺いない間にロマンチストだから。あ、そうか。そうそう、もうお金なんてそんなもう月収12万ぐらいやれるんだから、うん、もやし食って。いや、ただね、うん、それは男のロマンの話だけで、うん、やっぱり女の人は結構現実的よ。いや、それはさ、結局周りと比べるからじゃん。周りの人がああいう生活してる自分だから、俺はもやしと米と焼き野菜とちょっと少量の肉と卵があれば12万でやれんねん。それ自分のことしか考えてないから。いや、だから子供もそんなもお小遣い500円付き合わせてね、で米とあのもやし食べろって。ただね、うん、あの子供が例えば幼稚園とか保育園行かしとったとか、うん、うち学校行かんでいいって言うか。YouTuber 刺すから。いやー、魚が釣れん、魚が釣れん、全く釣れん、釣れないな、釣れないな、なぜ今日は厳しいな。おー、タイが見ちゃった。出てほしいんだけどね、今日一日やってんだけどまだ来ないと。釣れた、どうだね。全然当たらんすね。当たるよ。今日そのルアー調子悪いっていうか、今日厳しいよ。俺も一匹も釣れてないし、一回だけはバイトあったの。どうした、亀に値上がりした。ワーム投げてる。当たったけど、当たった気がする。結構バッスリ甘くないでしょ。ここ釣れないんだわ。あんまり釣れないのよ。釣りやすいポイント釣ったらね、バスなんか簡単に釣れる。うん、そういうこと、そういうこと、うん、だから僕なんか四国、あのここ来ると2回に1回坊主突っ込んだりするんですよ。ああ。四国行くと毎回釣れる。そうなんですか。うん、なんでかっていうと四国イージーだから。って言うと怒ってくんだけど、いや本当イージーなんだよ。だって四国行くとね、坊主がない。なんだかんだで1日少なくても小バスだったら7匹8匹釣れるし、で40以上50以上の大物も1日5匹釣ったこともある。だからここのフィールドに関しては釣れる日もあるけど釣れづらいよと。難しいポイントなのよ。うん、だいぶ釣れました私。ああ、そうよ、うん、だから20年前はここも東におじさんって知ってる、あの人が25年前ここでやってた頃は何投げてもバス簡単に釣れた。うん、ただ今釣れてるから絶対釣れない。釣れたらニュースになるレベル。あ、なんか釣れないでしょ。うん、釣れない。5人がかりでありとあらゆる戦略でみんなで攻めて、まだ1匹も釣れてないんだから。投げて、カメラにちょっとキャスト撮っていけど、投げてみよう。風強いなこれ。投げてみない。今日一日やってるけど釣れないわ。うん、でここでルアーを安易に変えるなんてことしないよね。一日通しでやった時にどういう反応するかっていうデータも取らなきゃ。あえて坊主になるっていうか、そういう長期的なデータも経験しなきゃ。うん、釣れないからってコロ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 ルアー変えて、そうしたら釣れる可能性はもちろん上がるんだけど、釣れない日に釣れないルアーで釣れない状況で通すっていう、そんでやって来た時に喜びが10倍になるからな。うん、いやー、やっとるにゃみんな。ためにあれからどうよ。
え？さっき車に乗ったおじさんが、うん、ブラックバスは唐揚げにしたら美味しいよって言っとった。え、もしかしてカメリー見て話しかけてきた？うん。カメリーなんかすごい、あのさ、おじさんってさ、なんで女の子見て話しかけるんだろう。いや、カメリー結構さ、俺とだと一緒にさ、外で撮影するとさ、いろんな人に話しかけられるやん。まあ映画タガメやった時もさ、タガメ撮っとったらさ、変なおじいさんに絡まれてさ、カメリンがどこから来たんにゃーってどこから来たんにゃそのパターンまたで、ブラックバスは食べたら美味しいっておじいさんが、うん、言ってた。ここの汚いから臭いと思うけど、でも生臭いから釣れたら話してあげないねって言われた。あジャンプしてるよね、あれさかな。あれはボラかな、なんだろうね。うん、カメリンさ、最近女性も釣りする人が増えてさ、で釣り一人で女性が釣りしてるとさ、いろんな人が話しかけてくると。だから本当に釣りしてるやつ、女性だからって言って慣々しく喋りかけるんじゃねえって気もある。そんなことない？多分でも釣りしてる方は、うん、そう思うのかな、うん、きっと趣味でやられてるから、あ、私の趣味の時間を奪わないでなんな感じ。あー、なるほどね。私はそんなことないで、まあカメリンは心広いからね。そう、うん、オープンなんで。オープンだからいいと思うけど、にしてもこれカメリンもう35度、38度くらいある、今日、うん、40度あるんじゃない。蒸し暑い、蒸し暑い、この暑さはやび。山線香で通してんやね。うん、そう、これで釣り上げます。さっきからね、ここら辺のね、うん、ここらはちっちゃい魚がいっぱいいるんですよ。あ、ほんと。うん、なんか口が長い魚がいたり、サヨリみたいなのがおるよね。そう、なんだろうね、あれなんなんですかね。俺も見かけた、手で取れそうな近くの、そうそう、20センチぐらいのね、サヨリみたいなやつ。そう、サヨリかな、あれサヨリかな。うん、サヨリさん。カメリンにしても釣れんね。釣れないですね。みんな頑張ってる、5人がかりで行ってもやっぱりなかなか釣れん時釣れんだわ、うん。カメリンのブラックバスまで釣ったことないやろ。一回今度ボートでやったで、ボート日焼けするよ。ボート船酔いし、船酔いと、うん、まあ行けたら行こうか。日焼けは全然いいんですけど、うん、船酔いが、船酔いはでもそんなに揺れんかな。風がある日は揺れる。あ、風がない日だったらそんなにほとんど揺れないかな。ということで今日はね、かなり長時間釣りしましたけど、全員坊主っていうことで。坊主でした。カメリーも今から泳ぎ会の時間だから、うん、帰らんとね。そう、泳ぎ会の時間だから、うん、何泳ぎ会って帰ろうか。いやー、ちょっと今日でもやりきったね。やりきった。でもどうやった？もう俺もやりきったよ。2000頭ぐらいなんで、ああ、もうこれもね、今500頭ぐらい投げたけどね。オオサンショウウオね。まあ釣れない日もあるよ。これ多分ね、今日放水しとるから、うん、あんま水が良くないんじゃないかなと。まあ今日はいろんなポイント回ってね、うん、朝から中江川、大江川から五山川、中江川から、その全部やりきったけど、こういう日もあるよね。ああ、この間ちょろっとね、うん、4、5時間やったらポンポンと釣れちゃう時もあるんですよ。そうそう、タイミングと日取りとあるから、まあ俺らがやって釣れんって言ってさ、釣れる日もあるよ。見たけど誰も釣ってない、うん、あのだからさ、あの釣り大会でさ、自称釣りのプロがさ何百人参加して全員坊主って日もあるのよ。そうやね。ああ、その日、今日はで、そのことについてまた言い訳するなってコメントも来るんだけど、釣れない日もあるからまたチャレンジしようよ。チャレンジしましょう。ダウンしとる。まあでも結構やりきったよ。俺も今日投げ切ったけど、一回コバスがちょっとあったけど、だけないわ今日は。さっきの当たりかと思ったらマジでプロボロってきて、あ、俺と絡んどったよな。これ何回か同じことやってる。琵琶湖でも何回もやってる。うん、いや、ワールドシャウラね、
感覚ビビって俺も当たった瞬間に絡んだなと思ったけど反応が良すぎて。そう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 。あ、壊したけどこれいいやと思ってグイーってそっちで引っかかっとって。いやこれ絡んどったよな。ちょっとなんか高橋さんうまい。何が？あ、ほんま？いやえ、何が？あ、これめっちゃ釣れると、うん、俺がね一回またりだし。じゃあ俺も今日 3D シャッターなんて一回だけだよね。しかも小バスだけ。面白くないから。うん、そう釣れない日もある。ほんとやわ。もう釣れんかったから今日動画これボツにするし。アップするよ。アップ、うん、もちろんアップ。いやさ、俺思って腹立ってるのはさ、坊主動画アップしないで、しないで逃げじゃね。逆にね。逆。あ、逆に逃げで。逃げてね、なんか。あ、そうですね。ええとこだけ見せて編集でごまかすなんて、こっちいつもずっとやっぱりさ、ライブでやっていいだから。ライブやったことないけど、いつも逃げとるけど、実は。ただ、今日思ったのよ。これを公開せずにさ、なかったことにして、で、連れてるとこだけ編集して、はい、子供たち騙すわけにいかんじゃん。そうですね、現実はね、難しいんだよ。ああ、だから自分のかっこ悪いとこを見せたときにさ、子供って背中で学ぶのよ。あれ子供見てるから。親がかっこつけても全部見てるから。そうですね、かっこ悪いとこも見せた上で、そして尊敬してもらうっていう。なるほど。だから今日の釣り動画ノーカットで公開します。ほぼノーカットで。せめてライブにした方がいいんだよ。え、ライブ？な、何が？ノーカットはライブで。あ、ノーカットをじゃあプレミア公開して、はい、おでどうなる？放送がプレミア公開。プレミア公開。いやでも5人でやるってこと初めてじゃん。しかも1日、はい、だから価値あったと思う。ケンケンガクガク今日もやったじゃんみんなで。ああ。最後が一番面白いんじゃない？本当？やっぱりそういう、俺 YouTuber に言いたいんだけど、いや別に俺が偉いわけじゃないし、言っちゃいけないんだけど、本当はあえて意見すると、坊主から逃げるってどういうことって。そのお前のやった全部をお送りしてこそ、そしてかっこ悪いとこ見せてこそ、やっぱり配信者としての毎回毎回するといけない。当たり前。子供たち騙しちゃダメ。釣れない釣れないってやって最後釣れた時に感動よ。そう、だからそういうことやで。ああ、それいかんわ。それはダイジェストで、それいいとこし、ええ格好だけ見せてね。それは俺はちょっと違うんじゃねえかなって今思ってんだよね。どうよカメリン、今日釣れなかったけど楽しかったね。だよね、俺もそう思った、本当に。どうだ。いや、まあ、やりきった今日は。ガッチガチに久しぶりに茶番が多かったですね。とても楽しかったです。ちょっとかっこいい感じの。そういうとこあるんでね。いや、若いっていうか15年前さ、やっぱさ、ちっちゃい子は15年前にちょっとモテた経験があってさ、それがまだ来とんのよ。でもこっちの俺らクラスはさ、もうさ、諦めて、まあ、どうでもよくねっていう。まだちょっと若いから、30代だから。っていうところで、いやー、やりきった。やりきりましたね。釣りたいですけどね、僕は。いや、また、釣れるまでやりましょうよ。はい、わかりました。うん。まだまだ戦い始まったばっかなんで、はい、84歳までやるんで。わかりました。長いですね。あと40年。はい。いや、行こうよ。うん。山奥とかよ。あ、そうでいいですね。いや、だから人が入ってないとこ行けば入れ食いやって。こう人が来すぎてるからプレッシャー入って釣れんだけで、うん、YouTube 見てみや。みんな人があんまり来ないとこでこそってこそってやって釣っとるだけだから。ここでも投げる、釣れるのよ。1日投げたら1匹2匹釣れるかもレベル。あ、俺とセムは40アップ釣ったけどね、ここで。いいですね。うん、はい、釣ってないんですよ、私。え、バス釣ってないんですよ。でもカメとワタカといろいろ釣っとるじゃん。バス坊主？バス坊主。石丸さんも？僕は本当にゼロです。ああ。本当にゼロです。それでみんなありがとう。また挑戦しましょう。はい。結構ね、俺も今日いろんな人と喋ったんだわ。っていうか逆に喋りかけてきた。俺見て。わかるんだろうね、釣りがうまいって。でさ、変なおじさんとかいろいろ喋りかけてきて、釣れたっつって。で俺は正直者だから、
あの今日坊主ですっつってね、まあ俺でも坊主ですみたいな話をしてで通りすがりの人も納得してもらって、もちろん高橋っていう名前言ってない、それ言ったら大変なことになる。俺でも何が、あそれいつも俺は本持っとる。あの戦う前に自分はダメだと思いながら戦ったら負けるのよですね。だから勝負するときはね、普段はあれだけど戦うとき試合のときはもう試合と思ってるから、うん、もう俺は世界で一番うまいんだと思ってやると結果出ちゃう。まあ、俺も今日そうやって言われたけど、ね、誰に。若い子。あ、通りすがりの人、喋、うん、りかけたらね、だ誰。今日僕でも釣れないですよって。いやいや、よく聞くと僕でもっつって言ってなんか、あ、だからあ、だからしょっちゅう来られてる人が僕でも釣れないよと。僕でも釣れないんで、あなた釣れるわけないですよ。いやみたいな手に言うおっしゃったんだよね。多分その人も俺のファンじゃん。俺がそういう指導しとるから。あー、わからんね。うん、自信持てよって。だから戦う試合前出てフィールド出てやるときは自分は最強だって思えば思うほど本当にそれに近づくから。あのオリンピック選手と一緒、金メダル取るぞって思ってやったらギリで取れるわけ。それが取れないってイメージすると外すわけだから。俺のそれ多分俺のファンちゃう、その子。ファンが多くて名前出しちゃいけないかなと。あ、マジで。大変。俺の名前言ったらそんなもん、サイン攻めに合うレベルよ。カメに俺も結構最近人気出てきたからね。T シャツ販売とかもやろう思とんねん。ああ、ステッカー販売とかにも手出す。ついに YouTuber あるあるの。ああ、ステッカー2枚で500円で作っちゃったから。ああ、 T シャツとかも販売したら、あの YouTuber あるあるでさ、芸能人になった感覚で俺のファンがっていう。今その時期やから俺ちょっと今ちょっと天狗、ね、天狗の時期やね今。3年ぐらい前なんか感覚が戻ってきた。またなんかいきなりなんかここ戻ってきた。いや今ね天狗なの俺。ファンでしょ俺のみたいな。あ、うん、だから本来の俺が出てきたとこ。なるほど、うん、いいこと言うと、本来の自分これが。だから全部のそれ多分俺のファンがごめんな迷惑かけて。じゃあ多分そうかもしれない、まあね、うん、自信持てっつったるから。あー、なるほどね、うん、そうですね。だから自分に自信持ってやったら最強に近づくんじゃねえかって。もうカメラ帰らないからね、ごめん、帰る帰る。